えー、朝倉みくるさんがアベマの企画においてストレートファイトで3人を秒殺しました。怪我により欠場して4人目に代わりフィジカルモンスター武井さんが出場していたら、百獣の王の強さを証明できていたと思いますが、路上の伝説朝倉みくるさんをどのように倒し1000万円をゲットしたでしょうかうん。ひたすら距離を取って、ひたすら物を投げ続ける。はい。はい、もしくは、走ってずっと追っかけっこして、朝倉みくるがもう、 疲弊しきったところに、はい。攻撃しに行くと思います。あんな接近戦ですぐ殴り合ったりしないです。近く来たなって、さささ、さささ、ずーっと打撃を受け続けて、はい。ひたすらもう、はい。スタミナ勝負です。朝方までそれやります。はい。折れないかな。勝ちたかったら登録しとけ。